淀風はマラセチア族の淀風菌による皮膚感染症で無症状の隣接を伴う物チが多発する。淀風は良性である人から人への感染性はないと考えられ発症者の大半は健康である。熱帯地方では人口の20から30%が罹患していると報告されている。病変部は日焼けで黒くならないため夏に診断されることが多い。 ありふれた日よりみ感染の一つであるが気づかない人が多く一般的に認知されていない。エムフルフルによって酸性されるアゼライン酸がメラニン合成に関わるモノフェノールモノオキシゲナーゼを阻害することで皮膚の脱色や着色が生じる。電風菌への感染によるが皮膚の常在菌として存在しており、ほとんどの人では発症せず無害である。当該疾患に対する 感受性を高める因子は、高温多湿、コルチコステロイド、妊娠、低栄養、糖尿病、その他の疾患による免疫抑制がある。遺伝的に、マラセチア属心筋が増殖しやすい体質の人もいる。病変を生じた皮膚の霊細かい隣接が付着する、泡褐色斑あるいは脱色素斑ができる。後発部位は、肺部、胸部、頸部、上腕、液化などで、 春から夏にかけて発症を呼び悪化しやすく、かみを伴わないことが多い。電風で生じる色素現象は、数ヶ月から数年をかけて回復する。ありがとうございます。